石森隆史8月8日台は、日本の政治家、東京都八王子市長、東京都議会議員、八王子市議会議員を務めた、東京都八王子市生まれ、八王子市立霞小学校、明城中学校、高等学校、明城大学人文学部経済学科卒業、東京都経済農業、共同組合連合会職員やゴルフ、練習上業を経て、 八王子市議会議員を3期務める。2005年、東京都議会議員選挙に自由民主党公認で立候補し初当選。2009年に再選。2011年11月24日、前八王子市長のクロス隆一が定例記者会見で次期市長選に出馬しないことを表明。クロスは後継者として石森を指名した。2012年1月22日に行われた。 八王子市長選挙にクロス姿勢の継続を訴え、無所属、自由民主党、公明党推薦で立候補。自民党を離党した全市議の諸角譲る、東京都県労働組合八王子市部初期の峯岸、麻生市里曽家初当選。当日有権者数、45万659人、最終投票率 34.、34.95%2016 年1月24日に、 行われた八王子市長選挙に、現職で無所属、自由民主党、公明党推薦で立候補。無所属、日本共産党、社会民主党推薦で立候補した新人のい原氏ひとしを退け再選。当日有権者数、45万1641人、最終投票率 32.、32.60%2019 年12月13日。 石森と元市議の高木淳一が記者会見を開き、それぞれ市長選に立候補する意向を表明した。同月、弁護士の白上祐美智子も出馬表明を行った。その後、矢内陶器が代表を務める団体、しょぼい政党公認の小柳次郎が出馬表明を行った。2020年1月26日執行の市長選で参戦。当日有権者数、 466,207人、最終投票率31.46%。ありがとうございます。